クレーンゲームがうまくなりたいスペシャルバージョンです。はい、はい、やってまいりました。はい、やってまいりました。はい、そして何がスペシャルかというと、はい、すごいんですよこれ。何がすごいんですか？とんでもなくすごいです。というと、神チューブチャンネル始まって以来の、はい、事件ですから。これ事件ですか、はい、起こってしまうんですか。スペシャルなゲストをお呼びしてますんで、はい、早速小焼さん、あの紹介する前にそうですね、はい、どうぞどうも、小焼です。よろしくお願いします。はい、小焼さん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本物ですからね、はい、ありがとうございます。本当ですね、はい、本物ですからね、はい、はい、多かったな。小焼さん、クレーンゲームの方の腕前というのはどうですか？いや、もうバッチリ下手です。本当にお賽銭投げに来てるのを持ってますか？ああ、そういうことですね。小焼さん、今日はワンピースのフィギュアを一緒に撮りたいと思いますんで。いいんですか？撮りましょう、一緒に。はい、はい、それでは、行きます。お太一さんでクレーンゲームがうまくなりたい。クレーンゲームがうまくなりたいスペシャルバージョンですよ。来ちゃいましたよ、小焼さん。お願いします。何がスペシャルなんですか？いや、もう小焼さんがお太一さん、そして僕の神チューブにいること自体がもう、あ、そういうことなんですね。スペシャルすぎるんです。スペシャルで、はい、2万円ぐらい使ったらどうするんですか？これもうそれはもうカットしますんで。そっとオクラにしてもらえますか？もうもちろんオクラなしで、はい、もうガンガンいっちゃいますんで、お願いします。お願いします。はい、とりあえず小焼さん一緒に撮りましょう。はい、はい、こちらです。夢の一枚だね。ガープですよ、はい、最後ですよ。ラストを飾る、そしてこのラストを飾るのは小焼さんと一緒っていうね、とんでもないことになりますんで、行きましょう、小焼さん。はい、はい、じゃあ僕からも先行で、はい、はい、じゃあとりあえず横向けますんで、はい、ちょっと真ん中につきましたね。まず横向けないと話が始まらないんで。これはもうとりあえず、はい、横向けでにしたいんで。なるほど、はい、こうしたいんですか？そうですね、こうしたいから。任せてください。はい、お願いします。これで完璧なはずです。まあ、小焼さんがいないのは間違いないですね。これで横に行くはずですね。確かに、よいしょ。あー、完璧ですね。じゃあ小焼さん、ここでもう落としちゃっていいですか？はい、もう行っちゃいましょう。はい、なんでこれはもう引き上げていくんで、これで行っちゃいます。いいんじゃないですか？これいいですよ、これ多分。いいんじゃないですか？ガチでいいです。おー、もう行っちゃっていいですね、これ。そうですね、同じ料理ですよね。同じ料理でもう行けるはずです。さあ、小焼さん行きました。ありがとうございます。できました。ありがとうございます。どうだどうだ。あ、こいつこれ戻しちゃいましたね。あ、こいつこれ戻しちゃいましたね。これはやってしまったやつですか？これちょっとやってしまいましたね。これちょっと、いや、やっぱガープ強いんすよ。そもそもガープってやつは英雄なんで。ちょっと、あ、引いちゃいましたね。あ、これ、これ下の手なんで、あの月なんで。あ、なるほど、はい、一回引いてないとやっぱり始まらないんで、僕は。あ、なるほど、なるほど、はい、じゃこれで大丈夫ですね。これ大丈夫です、今のは OK なんで、はい、今の月があったおかげで次がやりやすくなってる。そうそうです、はい、なるほど、なるほど、はい、あとやっぱ小焼さんがやったことは自分で傷つけようっていうことですね、僕は。厳しくないですか？厳しい。そうだな。そうですね。あー、これちょっと渋いっすね。まあでも小焼さん、これでも大丈夫ですよ。まだいけます。まだ生還できるので、はい、つかん、あ、これダメっすね。全然金落ちましたね。景品落とさないとダメですよ。お金を落とさんで。お金落とすダメですね。はい、
大丈夫ですか。はい、ギリギリ攻めてるんで。なるほど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 。なるほど。あ、ワイさん、もうちょっと待ってたんで、はい、落ちました、これ。はい、落ちた、来た。ゲットチャンスなんで。これもうゲットワイルド。はい、もうゲットワイルドが近いです。もう、もう、スパイティさんがミスなければ、うまいことをこう引き上げていけば。これ、奥がいいですか、手前がいいですか。手前です、手前です。手前。はい、なるほど。で、このゴムをうまいこと使ってほしいですね。ゴムをうまいこと使う、はい、ギリギリでゴムを入れて、こう、摩擦でこう、こんな感じですね。じゃ左がこっち寄りの方がいいですか。そう、左が、そうですね、もうギリですね。なるほど。はい。あ、いいですね。あ、いいですね。それさえ分かったら簡単ですよね。そうですね、このゴムの原理さえ分かれば。あのね、はい、エンターテイナーなんですよ。あ、そうですよね。こういうことやりたがるんです、わざと、はい、わざとですからね、これ。どうしようかな。半回向いちゃってるんで、あ、これいいですよ、これ。これいきます、はい。あ、もう。でも、オッケー。オッケーっすか？オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす。寄せますか？ちょっと寄せ、寄せる作業を小役さんにしてもらうっていう。そうですね。まあ、贅沢ですね。贅沢ですね、これ。極まれないですね。はい、こういうことだな。よしよし。あ、いいです、よしよし。はい。はい。寄りました今。まあ、3センチぐらい寄りましたね。そうですよね、はい、はい、あ、ごめんなさい、これついたかもしれないです。あ、ついてましたね。これ何なんですか、これ。え、これ洗礼です。これ、あの、僕の必殺技なんで。あ、なんか、この意味はあるんですか、やっぱ。意味はあります、あります。あの、原価的なんで。あ、そういうことですか。そういうことですか。なるほど、はい。じゃあ、もっと寄せた方がいいですよね、まず。そうですね、うん、ここギリからで、ギリですね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 、よし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 。これでちょっと寄ってもらって、はい、ちょっと、ちょっと、そうですね。これで今、まあ、今1000円ですもん。1000円ですよね、はい、ゴムを使いたいんで、最終的にはもうちょっとこっち寄せたいんですよね。そうそう、勝負できますかね、これ。あとやるしかないですね。もうアシストなしですもんね。はい、そうか。はい、なので右アームギリギリで。結構奥まで行きますね。47番のお客様。はい。査定が終了いたしましたので。あれですよ、まあまあまあ。ちょっと動いたんで。なるほど。はい。もっとこっちじゃん。そうですね。ああ、もうすごい。ああ、いいっす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 。あ、オッケーですね。はい、オッケーですね。はい、これでパターンって倒して、そこからフィニッシュホールドに入るんで。もうあと2回っすね。そうですね、はい、とりあえず一番奥まで行きますわ。あ、これ、これが一番いいか。これやばいですね。うまいかもしれない。あ、でも、もうこれ、小池さん、これ頼みますよ、これ。これ、いっていいっすか、はい、マジでいってください。調子で結構向こうに行っちゃうんで、さっき、小池さん結構、ギュッと押してるんで、はい、0.5 ぐらいでお願いします。めちゃくちゃ怒られてる。反応がちゃんとですね。もう、ギリで、お願いしますよ。ゴムギリで。手前の方ですか。手前で。あ、これいいじゃないですか。あ、これいいですね。完璧やん。これ引き上げるんで。あ、もう次だな。次ですね。結構奥まで行きますね。これ、どうですか、これ。追われた君のおはようと笑顔。
やりましたよ。これで今は1500円で、1500円でワンプレー残りましたね。はい、はい、やりました。バヤキーさんと共闘ですよ。これおめでとうございます。17回です、まあ、まずですね。そうですね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。小ヤッキーさんとの共闘ですよ今回は。はい、そしてこちら夢の一枚ラストのガープですね。こちらの方ゲットワイルドしました。はい、もう本当ね、小ヤッキーさん確かにうまくなかったですね。僕はね UFO キャッチャー本当下手なんですよ。最後最新やつ取れてる。めちゃくちゃ良かったですよ。はい、もう、はい、下のチャンネルでめちゃめちゃやりすぎなんですよ。本当です。どうなるんですか。今回あの、ま、Twitter キャンペーンさせていただきまして、 Twitter キャンペーンだと、はい、Twitter の方で皆さんにお渡ししたいと思いますね。めっちゃ響いてそう。自動販売機でコーヒー買ったらおっちゃんをめっちゃ冷てる。修道堂ですからね、はい、ツイッターキャンペーンの方でいいですか、小ヤッキーさんも渡しちゃって。はい、大丈夫です。小ヤッキーさんのサインをガッツリと。え、出させていただいてもいいですか。はい、大丈夫です。はい、皆さんお後ろに出しちゃダメですからね。なんてなんつった。いや、小ヤッキーサイン直筆サイン入りとかダメですからね皆さん。はい、こんな感じでこちらの方、ツイッターの方で1名様にお渡ししますんで、またこの動画が上がってから、僕のツイッターの方を、チェックしてほしいと思いますね。はい、こんな感じでどうですか、おかゆさん、今回は。あ、はい、もうこんな遠くまでね、もう火事に引っかけに来ただけっていうね。撮れてよかったですよ。本当そうですね。一緒に撮ったっていうのが大事じゃないですか。そうですね。やっぱワンピースって言ったら、はい、もう絆が物語ですから。はい。はい、相当大事です、スタンピードとかね。そうですね。ぜひともプレゲームの方よろしくお願いします。お願いします。はい、このまでにあの腕上げてくださいね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こんな感じで、今回は、クレーンゲームが上手くなりたい特別バージョンとしてお送りいたしました。はい、こんな感じで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。はい、僕の方のチャンネルも伊藤さん出ておられますので見に来てください。はい、お願いします。カムチューブの神の伊藤と小池でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ヤッキーさんと僕で、はいはい、ファッション対決をしたいなと思うんですよ。マジっすか、はい、テーマはやっぱ秋なんで、はい、秋のデートスタイルということで、女の子と、そうですね、行く感じの罰ゲームを負けた方に、なんすかお願いしたいなと思うんですよ。なんすか、あのケツバットで、はい、思いっきり、お、はい、いいですね。今回の勝者は、はい、